皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのとしです。中学1年生の数学平面図形の7回目、今回は平行線と面積についてお話します。前半では平行線と面積の関係、後半ではテストに出やすい問題2問解説していきます。では始めます。ここに直線が2本書いてあります。 L と M です。この2つの直線の関係は L 平行 M になっています。この直線の M 上に2つの点 BC を取り、 L 上に点 A、 これを取って線で結んで三角形を作ります。この時できる三角形 ABC ですね。この三角形を記号を使ってこんな風に表します。三角形を書いて ABC、 こう書くと三角形 ABC って読むんですね。三角形 ABC、 そのままじゃん。まあそうなんですね、そのままなんですね。さてこの三角形の面積を考えた時、底辺は BC で、じゃあ高さはっていうと、頂点の A から BC に向かって垂線を下ろしたこの長さ、これが高さ、こうなりますよね。次に直線 L 上に2つの点を取ります。この2つの点 DE、 D をこの辺りに、 E をこの辺りに取って、底辺 BC が共通する三角形を書いていきます。底辺 BC ですね、ここにして線で結んであげる。じゃあちょっと書きます。まず D と B を結んで D と C を結ぶと、そうするとここに三角形ができました。この三角形は記号を使って三角形 DBC、 こうなりますよね。じゃあもう一つの点 E、 これを使って底辺が BC になる三角形、これを書きます。この三角形記号を使うと三角形 EBC、 こうなりますね。この時実はここにできている三角形 ABC、 三角形 DBC、 そして三角形 EBC、 この3つの三角形の面積は実は同じになるんですね。これなぜでしょう。まず底辺は BC で共通していますよね。じゃあ高さはっていうと、高さ DBC の場合 D から底辺に向かって垂線を下ろしたここの部分、これが高さですよね。じゃあ三角形 EBC、 こちらは底辺の延長線上に垂線を下ろしたここの長さが三角形 EBC の高さになります。この高さどちらも平行線 L と M の距離になっているので、これ長さ同じなんですよね。底辺が共通して高さが全て同じだから、ここにできている三角形ABC と三角形 DBC と三角形 EBC の面積は等しくなると、こういうことなんですね。ではテストに出やすい作図の問題、こちらに移っていきます。四角形 ABCD と等しい面積の三角形、これを作図します。ここに四角形 ABCD があります。この
BC の延長線上すでに書いてありますが、皆さんがテストの時には多分書いてないので、まず皆さんがすることはこの BC の延長線、この直線を書いてください。次にすることは、A と C という頂点を結んで対角線を書きます。対角線 AC を書きます。では書いていきます。対角線 AC ですね、これを書きます。次にこの対角線 AC と平行になるように頂点 D を通る平行線ね、この点平行になるように頂点 D を通る平行線、これを書いていきます。そして BC の延長線上に、ぶつかる点、ここを求めます。この部分ですね、ちょっと消えたら書いておきますね。でこの点を E としましょうか。次にするのはこの A と E、 これを結んであげてください。これを結んであげてください。これで四角形 ABCD と面積の等しい三角形 ABE、 これが出来上がりました。これはなぜでしょうか。まず四角形 ABCD の面積、ここに AC という対角線を書いたので面積は三角形 ABC プラス三角形 ACD、ね、この三角形とこの ACD という三角形を足した、それが元の四角形 ABCD の面積です。では新しくできた三角形 ABEABE の面積、これは同じように三角形 ABC プラス三角形 ACE、 こうなりますね。ここで三角形 ABC の部分はどちらにも入っていますよね。ですから三角形 ACD と三角形 ACE、この面積が等しいということが言えればいいわけです。この2つの三角形底辺の部分 AC とすると、頂点の部分はこの平行線上にどちらも来ています。 D 点も E 点もこの2つの平行線上に来ているので、この2つの三角形の高さ、これは平行線の距離に当たりますよね。平行線の距離はどこでも同じですから、底辺共通で高さが同じということなので、ここの部分とここの部分の面積も等しい。だから四角形 ABCD と三角形 ABE の面積は等しいと、こう言えるわけです。では次の問題に移ります。図のような境界線を持つ土地がある。丸は丸いの面積を変えずに折れ曲がった境界線を一本の直線に直せ、こんな問題です。これも平行線を利用して簡単に作図ができます。まず最初にするのはこの折れ曲がっている部分ですね。この折れ曲がっている部分のこの両端、これを定規を使って結んであげます。定規を使って結びます。そしたらこの線と平行になるように折れ曲がった頂点の部分ですね、頂点の部分を通る平行線、これを書いてください。これで2本の赤い線は平行という線が書けました。次はこちらから書くとしたら、この部分から
平行線がこちらの部分にぶつかったこの部分、これを結びます。ちょっと色が見づらいので青に変えます。この青い線が新しい境界線になります。簡単なので覚えちゃってください。今回は平行線と面積についてお話ししました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。